はい、ポケモンアルセウス続きからやっていきたいと思います。少し着替えております。で、前回終わってからだいぶね、いろいろと回りまして、いろんなところを。その結果ですね、今私の手持ちがこうなりました。ビーダルとコロトックのなんか大きいのをとりあえず捕まえました。そんな感じですね。で、この辺進化いけちゃうので、もうレベル上げたので、進化させます。ヒナラ進化すると可愛いもんね。進化前も可愛いけど。あー、可愛い。まあ、そうね。炎とか出てないとちょっと、何の生き物なんだろうって感じはするけど。はい、じゃあ、ミツハニーも進化します。このためにメスをね、捕まえたわけだからね。もうかっこいい。やった。そしてですね、なんか、あれなんですよ。いっぱいポケモン捕まえたりしてたせいでね、多分星が上がるっぽいんだよね。なんか話しに行けって。ほら。私がいっぱい捕まえたのはね、なんだろう。これとか？日本国のタスクが結構あったわね。まあ、ランクアップの手続きだ。二つ星です。二つ星に上がった。やった。フェザーボールが使えるようになった。フェザーボールね、私持ってたよ。なんかね、でも作れるようになったのはでかい。嬉しい。いや、なんかね、フェザーボールもらったのよ、道端の人に。で、ちょく使ってたんだけど、やっとレベル30までよく聞くようになったよ。これで、多少は、いい感じになるんじゃないだろうかという。ない。ボングリの実がない。はい。ですね。まあ、なんかレベル上げるために、まあちょっと外うろうろしてた時に、外出たらイベントが起きちゃって、ちょっと今多分、下かどっかに移してると思うんですけど、なんとね、乗れるようになったんですよ。タズラビッパメ？どうしたの？高台ベース。ついに私もポケモンに乗って走り回れるようになりました。これでね、多少楽ですよ。こんな感じ。行くぞー。どっちだ？今回もストーリーをサクサク進めますよ。木の実取っていきたいよね、せっかくなら。木の実。お前に用ないね。いやだ。違うの。木の実取りたいだけ。あれ変なとこに投げちゃったから。よいしょ。いた！何すんのよ。嫌なやつ。よいしょ。こっちでいいのよね、とりあえず。まだね、まだ慣れてないんですよ。なんか飛んでる。なんか飛んでらっしゃる。はい。これダメだよね。落ちたら死ぬよね。どうやって行ったっけ、前。こっちだ。よいしょ。
え、なんかめちゃくちゃ光ってない、あれ。気になる。いや、興味ないから。うん。星の砂が手に入ったのね。さあ、行きますよ、行きますよ。雑魚の方々には構ってられないけど。あ、そう、ここでかいのいるんだよね。むしむし。ここがあれだ。そこダークとか捕まえた場所だよね。夜だから毒ケイルがいる。わあ。ちょっと欲しいんだがって。え、毒ケイル、毒ケイルちょっと欲しいな。図鑑全然だからね。あれ？普通にストライクおる。ストライクって夜行性なの？きっとそうなんだろうね。ケムソどいて。これちょっと上から当てたら結構気持ちよくない？当てるよーん。ぷーい。ダメだった。こんにちは。こんにちは。あれ、水の中入ってるの。かわいい、かわいすぎ。えい。えい。ちょっと木に跳ね返って、今最悪。お、いいね。これだけ簡単に捕まるね。うん。え？何あれ？あ、びっくりした。なんか卵でも転がってんのかと思った。あ、毒ケイルさんね。戦うことになるのかな。なるよね。よいしょ。待たせ。待たせてもいないんだけどね、別に。バサギリを沈める三段銀河団に建てられたというのかね。まあね。バサギリの好物を投げつけやすいよう加工する。なんて着想、銀河団が持ち込んだ科学の力ってすげえ。マサギリの好物を食べてもらえるなら俺も手伝う。さあ、作るとするかね。こら、キクイ、私を待て。約束通り、マサギリの好物、心豆を持ってきてよ。へぇ。私たち真珠団の問題、解決できないなら銀河団に任せるしかないけれど。だが本当に任せてよいのかという思いもね、悩みにあるんだ。銀河団と私たちとでは風習も考え方も異なるから。え？私にも兄弟とも言える頼もしいポケモンがいるからね。グレイシアに勝てた。グレイシア。相性悪いぞ。相性悪いぞ。いや、ビークイーン不利だから、冷静に。いやー、えーとね、もうそれこそマグマラシだよね。進化したし、やっちゃって。火炎車強っ。あ、やけどった。勝ちましたね。うん。やけどでね、ちょっと、はい。お疲れ。まあ、頑張った方じゃない？もういいね。
そうか、ボールはあくまでも道具。捕獲したポケモンを相棒として心を通わすこともあるのか。あなたであれば大丈夫かもね。でもポケモンは回復するよ。ありがとう。みんな回復してくれるからありがたいよね。荒ぶるワサギリに近づけないというのであれば、好物を玉にして投げつけ沈める。なるほどね。沈め玉とも言うべき発想だね。荒ぶるワサギリのため、魂を込めて沈め玉を作りしよう。作ってくれるんだ。ありがとう。私、ぶつけるの苦手だからな。ヤモリの沈め玉。ワサギリも落ち着くだろうね。やろう。合点。うわ、ちょっと怖い。森キングバサギリ、お祭りの時期ではありませんが、お好みの食事を整えました。天と地の間にて働きたもう我らのキングよ。感謝の気持ちを捧げます。お姿を現したまえ。はい。大事なのは回避だよ。技を回避して沈め玉を投げるんだ。オッケー、任された。グラッシャーちょっと、パンチ効いてるわね。いや、怖すぎ。最初からさ、その沈め玉になってる？投げるの。なってるわ。無限だ。やった。荒ぶりゲージを減らすことができます。ほんほんほん。戦闘もしよう。いった！ポケモン投げて戦え。うい、え、な、何属性か分かんないんだけど。この人何？岩入ってる？邪魔効かないかも。全然効きません。コロトックいったって、レベル30だから。しかもでかいから、ほら同等の大きさ。ダメね。いや、あのね、捨てたんですよ。ギャラドス、あの、言うこと聞かないから使い物になんねえわと思って。全然ダメだね。同じことされたわ。つらみリーダル、あんたにかかってるよ。リーダルもでかいの。あ、でかい。え、水の波動かな。よし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 。ね、はいはいはい。やだやだ。カメラ行って。範囲広ない。どっちどっち。結構でも避けれてることが嬉しい。私、普通に避けれてる。これを投げるのは全然ダメだけど、あ、ポケモン、ポケモン、いけ。頑張るんだよ、ビーダル。大丈夫だよね。食い込んだけど大丈夫だよね。水の波動強いね。水の波動いいね。
あー死んじゃった。え、ビーダル死んだの結構致命傷じゃない？うち的には。え、じゃあ不安定一番地味な子を出すわ。怪しい風。オッケーオッケー、いけたいけた。おら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 、なになに、うぅ、やばいくそ、どこ投げてんの私本当に。よいしょ、もうちょいなんだけどね。うん、近っ。危ないよ、どうしよう。うわ、あ、何、ギリいけた？よかった、もう失敗したかと思ったんだけど、よかった、いけたんだ。なんか独特のビジュアルよね。玉虫プレート受け取った、ありがとう。あ、仲間になってくんないのね。まああまり好みでないからいっか。なんなんだ、マサギリの全身から光が消えていった。森キングマサギリ、静まったと考えていいのかね。やはり不思議な雷がバサギリの力の源だったの？そうかもね。私の考えはこう。先日時空の裂け目から不思議な雷が落ちた。やはりバサギリはあの雷に打たれて荒ぶったのではないだろうか。時空の裂け目？やはり時空の裂け目の向こうには神王様がいらっしゃって、不思議な雷はそのお力なのかね。では沈めたのは誤りでは？喜んで沈め玉を作った俺も物分かりがいいようで、とんだ間抜けではないかね。プンプン、プンプン。森キングバサギリは真珠弾を襲うポケモンを退けてくれるありがたい存在。本物の神王様の加護を得たなら、意味なくポケモンや人を襲うなんてありえないでしょ。だからユータさんが成したことは大事なことなんだよ。そうよ。混合団とも銀河団とも考えちゃことを構えずに済んだよね。ありがとう。他にも荒ぶって苦しむポケモンがいたら救ってあげてよ。え、お礼ありがとう。何ですか？お盆の実3個。え？少なくないですか？まあ、回復してくれたのはありがたい。あなたが空から落ちてきたこと私も信じる。なぜ落ちてきたのかはさっぱりわからないけれど。一見落着だけどね。ここだけの話。また荒ぶるバサギリを見たいよね。だってあの強さ憧れるからね。お。あ、電木のとこ行けばいいってこと？雨降っとるわ。じゃあもうシュッと帰る？なんか、こういう風に帰らなくてもさ、まあシュッと帰れるからさ。どうしようかな。でもなんかいたら見たいよね。特にでも目新しいポケモンはやっぱいない。いないよね。よいしょ。待って。よいしょ。ミツハニーだもんね。多分向こう行ったら、あれでしょう。ストライクがいるとこでしょう。やめてよ、むやみやたらに電気打たないの。今回はね、でもほんとビーダルのおかげよ。ビーダルには感謝しないとな。
ダルいなかったら、まあ、積みはしないけど。ここどこ？初めて見たワンタたちを、とりあえず捕まえとくか、ね、なのどかね、あんたたち。よいしょ。やば、ちょっと待ってここなんか行き止まりそうだよね。行き止まりだわ。じゃあ、地図で帰りましょう。地図どこだっけなんだこれ。あ、風船ね。なんか風船一回やった。うん。これ便利よね。はい。すごく地味な3匹だけどね、ごめんね。モリキングバサギリを沈めたのですね。村に戻ってデンボックさんに報告です。そうだね、今回いい感じに進んでる。嬉しい。うん、あら、空に消えていく光、キングを沈めたのですね。イケメンよね。それはもしかしてプレートではありませんか。ちょっとお借りしますよ。プレートって何の意味があるの。文字が刻まれていますね。宇宙生まれた場所、そのもの始まりの場所。神話の一部のようですが、どうやってこれを。怪し死に認められたり、荒ぶるバサギリを沈めることでプレートを受け取ったというのですか。血が騒ぎます。推測ですが、このようなプレートは翡翠各地に散らばっているのでしょう。すべてを集め文字を読み解けば、何かの真実にわかるかもしれません。神話、歴史の謎、そそられる好奇心、素晴らしい。これこそが人生です。そうだね。そうだね、とか言って。ここ写真でしょ。服ってさ、追加されないのかな。押し上がったじゃん。あ、新商品だって。やったねー。いや、可愛いけど、なんか違う。うわぁ、コリンクがある。あ、こういうの割と好き、私。ほっかむり。え、ちょっとさ、良くない？あの、これ良くない？結構好き。うん。よし。で、服は何が増えたの？あー、バサギリバージョンあるんだ。うわ、高いなー高いなー、これ。安ければ色味はね、一番好き。このカブイタシリーズでは。いいよね。あ、カブイタゲタとかあんの？マジか。とりあえず今のに合うやつ買っとく？緑。緑がいいのかな？まあ、いっか。メガネあんま欲しくない。マジでちょっとお金集めなきゃ。欲しいものいっぱいだわ。ほら、いい感じ。よし。どうしたのおばあさん。そういえばさ、どっかにさ、いたよね。あの、なんだっけ、あの人どこ行った。あのほらほらほら、なんかさ、これは気が向いたらやるわ。
が向いたらね。違うのよ。あのなんか、石粒って欲しいって言ってた人いたでしょ。石粒って何匹か捕まえたからさ、お渡ししたいんだけど、どこに行かれたあの人。この上も出てる？この上に行こうか。ここに来るべきか。そっか、そっか。ダダン、大義であった。話はすべて聞いている。見事、荒ぶるバサギリを沈め、皆の安全、安心を取り戻したのだ。お前は空から落ちてきた得体の知れぬものかに、知らぬものにもかかわらず、銀河団のために働いた。多少なんだ。他のエリアでも荒ぶってるキングがいる、まあでも、あの感じだったら私でもなんとかなりそうよ。とりあえず、ね、何かぶつければいいだけだから。もっと美味しいものがあれば、どんどん持ってきてくださいね。マサギリと対峙して無事だったと運がいいことだ。ユータ君は準備をしましたし、戦いの中でマサギリの動きを観察したのでしょう。まあね。努力の積み重ねによるビクトリーです。すごいことですよ。ユータの頑張りで、原野での任務も安心だな。もっと安心したければおすすめはこれ。ムベさんに教わったレシピにしても。目隠し玉。何？あそこでポケモンどんどん調査すればいいの？あ、誰？怖っ。待ってて、私、ユラ。よろしくね。誰？あのね、とても大事なお話があるの。ちょっとついてきてくれる？なんか子供ってちょっと怖くない？こういう夜とかに来られると。ここだけの話、翡翠には災いが散らばったの。数百年前、翡翠の地に災いを起こした者が封印されたの。だけどどうしてだか封印の不思議な術が解けちゃった。このままだと大変。はあ。どういうこと？一応ね。一応よ。要石私と。うわ！要石ってさ、ミカルゲじゃないの？そうだよね。封印されていたたくさんのとてもしび、ともしびが翡翠に散らばったの。ともしびは、107個？すごいね。まあ気が向いた時に、そのなんか走ってて見つけたらとりあえず拾うわ。あ、あれなんだ。え、何？まさかの、そんな心霊っぽいイベントが起きると思わなかったんだけど。ねえ。とてつもなく心霊じゃない？これか。怖っ。集まった時爆発とかしない？大丈夫？ともしびちゃんと要石に取り込めたね。お願いしてよかった。まあこれでもサブ任務だもんね。だからやっぱなんか何かしてる時に見つけたらって感じでいいよね。翌日、なんかさっきの夜怖い女の子に会ってとかいう話しなきゃ。銀河団の散髪店ハイカラだね。うん？あんた荒ぶる森キング、バサギリを沈めたユタだ。こういう人いたよね、ダイパーにね。名前忘れちゃって誰だっけ？そうです。すごく有名だよ。神王様にゆかりあるキングを沈めた恐れ知らずって。なんかちょっと悪くない？行くついてる人もいるの。ひなつ。混合団のキャプテン。特技は髪結い。よろしくな。年の髪型を増やしてほしいんだけど。次はこの子がメイン任務なのね、きっと。お、なんか、どうした？
誰なんだたち。バリバリ玉セット買う。大きな音鳴らして、これはいいんじゃない。なるほどね。まあ多分ここ活用するわきっと。で誰と喋ってるって。ここじゃないよね、上か。ポーチ拡張するよちゃんね、もっとしたいんだけどね私本当は。お金がねっていうね。なんかそこにお金かけまくるのもちょっと違うよねっていう。ガチグマ、キングではないポケモンまで荒ぶるというのか。セキやカイからの報告はないが放っておけぬな。それにしても日向殿、ガチグマが暴れている件よくぞ知らせてくれましたな。うちのリーダーも時間がないって忙しそうだし、ガチグマのキャプテンにもあしらわれちゃって、へぇ。銀河団しか頼れないんだ。ガチグマのキャプテンは真珠団の、ゆうがお殿か。へぇ。古式ゆかしい女性なんだ。はーい。グレンの湿地。新しいところだ。多分。行きたい行きたい、早く行きたい。強力なポケモンが生息しており、移動ルートも険しい谷間や崖のある海岸沿いと厳しい。とりあえず2にしといてよかったね。うん、隋の遺跡だ。ほうほうほう。じゃあちょっとさ、そこまで行こう。行って今回終わりましょう。うん、ガチグマとやらはまあ次回ですね。めっちゃ出てる。嬉しい。ちょっとボールだけ作っていい、とりあえず。いや、その新しいとこ行くってなるとやっぱりさ、ね、絶対ボールいるでしょ。これ聞いて回った方がいいのかな全部。どうなんだろう。よいしょ。これで移動した方が早い気がするんだよね。射的？むずくない？その点数どうなの？簡単なのかな？見つけたらね。こういうのはまあ動画外で基本やりますよ。うん、チャオ。地面タイプのポケモンゲット貸してくれ。地面タイプか、持ってたかな。いません。ごめんね、私も地面タイプとか全く捕まえてないわ。何がいいんだろうね。チェリムいるの？大好きだから絶対捕まえる。嬉しい。私草タイプはとりあえず集めたいと思ってたから。よし。この辺まだあと5個あるらしいですよ。なるほど。そういうの教えてくれるのはありがたいよね。とりあえずじゃあ行こう。うん。時間もね、あれだし。はい、ダッシュ、ダッシュ。よいしょ。
待って、この人も出てる。この人は見ときたい。ふんふん、あります。おしゃれですごく好きです。そうね、グレンの湿地で見かけるヒポポタスは、ヒポポタスね、任せろ。オスとメスね。服のこととなったら私も頑張るよ、もう、うん、服欲しいもん。ちょっととっくに付き合ってくれるか。何ですか。お、2体持ってんじゃん。マネーね。うちの子でけえな。大丈夫か。ほら、もうレベルはマネネの方が高いのよね。うわ、強マネネ。何、催眠術だと。この野郎、オラオラ。よくない、人間が出ていくのよくない、ね、スピードスター。えらいよ、うん、さあ死んだ。そっか、あれか、次は何々を出してくる、変え、ポケモンを変えるみたいなのはないんだ。そっか、え、ビークイーン出してみていい。ビークイーン不利だと思うけどね。怪しい風。まあいいね。よくないね。最悪って感じ。何をしてるの。うえー。麻痺しまくりやん。えらいよ、うん、ちょっと一命お亡くなりなんだよな。お、レシピありがとう。近頃あちこち時空の歪みってのが発生するんだよ。それで歪みを覗いてみたらいい道具が見えたから入ったけど、強いポケモンだらけで死にかけた。もうオッケー、行ってみる。回復はしてくんないのね。ここ？まあここをうろうろするの楽しみだな。なんかよくツイッターとかで見る襲ってくるカビゴンとかに会いたい。でもグレンノって書いてるから、なんか炎ポケモンとかいそうよね。グレンの湿地です。こちらには毒を使うポケモン。毒ポケモン。遠いよね。遠くあってほしい。地下。意外と地下。ね。私いろいろ回りたいからさ、遠い方がよかったんだけど。珍しいポケモンには会いたい。うん、ちょっと待って、寝ていい？いやだってさ、ビーダル死んでるし。めっちゃ雨降っとるやん。嫌や、こんな日に。こんな日にうろうろするの嫌やん。何？あー、わかった。ロゼリアね。うん。ロゼリアはまあ、見かけたら捕まう。おお、いきなりいる。違う、ビーダルじゃない。
おい。わあ、スボミーだ。嬉しい。ここにいるのもスボミーだもんね。え、綺麗じゃない？ここすごく綺麗。なんか、うわー怖え。いや、あの方のさ、すごいでかい姿、あー落ちちゃった。この子泳げないのよね。私と同じ。何？ちょっと待ってよ。やめてよ、今。何あいつ。感じ悪いったらないわよ。これどうやって渡ればいいの？ずっと見られてる。これだ。バカ！ねえ、なんで上がれないの、この子。あれぐらい上がってほしいよね、頑張って。うわー、すごーい。すごいのいるぞ。小次郎が使ってたやつだ。それに厳しい気がするな。そうだよな。厳しいよな。後ろ向かんねえかな。うん。めっちゃ動くやん。うえ。やったー。あとは何がいるんだろう。この辺はまあ、捕まえたことあるよね、ちゃんたちが。いるね。うん。とりあえず目的地には行きたくないのよ。うん。あ、ここ目的地だったわ。こっち、こっち。めっちゃおるやん、あんたら。え、これ行けないの？待って、じゃあどこ行けばいいの？頑張れ、ねえ。頑張れ。よしよしよし。もんじゃら。もんじゃらおる。うお。なんか投げちゃった。あんま興味ないよね。うん、ごめんね。うわ、ダメだった。おい。くそ。もんじゃら無理かな。いけた。もんじゃら普通に嬉しいけどね。草タイプやっぱ多めだね。いいね。でもね、なんか私の多分推しはいないんだろうなとは思っちゃう。何ここ、なんか汚くない？なんか石つぶている。石つぶてとか全然嬉しくないもんね。もんじゃら石つぶて、あ。あって感じ。よいしょ。じゃあ通り、あ、いった、ヒボポタス。これ捕まえといてほしいって言われたもんね。マジこれ一生走ってるだけで楽しいよなって思う。ね。ということで、今回はじゃあ一旦この辺で終わりましょうかね。もう永遠に、おお、トンボー。言い方だよね。トンボーって。なんか曲変わったね。
トンボな、トンボももうちょっと後日捕まえときます。でもなんかやっぱあれだな、もうこの子大好きっていうのは本当に。え、何、怖い怖すぎ。待って、まさかのあったんだけど。はい、よいしょ。これ登れる？登れない。でかいのもいるよね。ということでですね、今回はじゃあ一旦この辺で終わりましょうかね、もう一生走り回っちゃうんで、ちょっと見つかってる状態で終われないよ。いや頑張って、ねえねえ待って、頑張ってよ吉池だ、まだ見つかってるOK？ OK っぽいですね。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。バイバイ。